坪井亀蔵12月16日から1990年3月23日は、大正から昭和期の農業技術者、政治家、衆議院議員、静岡県浜名郡浜北町長、浜北市長、静岡県出身、1919年静岡県立産業学校を卒業した。小学校訓導、赤侍会議員、静岡県会議員、 浜名郡洋産業副組合長、同総病生産組合連合会長、同綿養屋義組合連合会長、静岡県総病組合副会長、浜名郡農業保健組合理事、浜松市農業会理事、静岡県産市協会副会長、静岡県農業会議士などを務めた。 1946年4月の第22回衆議院議員総選挙で、静岡県全県区に無所属で出馬して当選し、1947年4月の第23回総選挙で、静岡県第三区に国民共同党公認で出馬して再選され、衆議院議員に連続二期在任した。この間、国民共同党中央委員、党党政策調査解散支部長などを務めた。 その後、第24回総選挙に立候補したが落選した。以後、全国購買農業、共同組合連合会選無理事、静岡県購買農業、共同組合連合会長を歴任。1960年浜北町長に選出され、市政志向に取り組み、1963年7月1日、浜北市の誕生に伴い初代市長に就任し、 1972年5月2日まで3期在任した。この間、公共施設の整備、都市基盤の整備、教育施設の充実、産業振興などに尽力した。ありがとうございます。